はいどうも皆さんこんにちは、ブニブニです。本日は8月15日小倉競馬場芝 2000m コースで行われます小倉記念の予想をやっていくんですけど、どう考えてもファルコニアが勝つ未来しか見えません。そう思う理由といたしましては、レース映像を見て普通に強いなって思うのと、あとはもともと両欠馬として期待されてた馬でありますから、この G3 レースっていうのは通過点のレースなんじゃないかなってこと、またこの馬は基本的に位置が取れるので小倉競馬場といった小回りコースも苦にしなさそう、そして差しに行ってもエプソムカップで使ったような素晴らしい素足が使えるってところで、展開とか適正面でもあまり穴がなさそうというところですね。ただこれは8月11日水曜日現在での想定オッズなんですけど、ファルコニアめちゃくちゃ人気するんですよね。でもちろん強い馬ですから、それでもファルコニアを買うっていう選択肢もありなんですけど、そのファルコニアを倒せる馬っていうのを見つけて、その馬を軸にする方が馬券的にも儲かりやすいと思うんで、一回このファルコニアがどうやったら負けるのか、言い換えますとどのような展開になったらファルコニアが取りこぼすのかっていうのを考えて、その想定した展開で構想してこれる馬っていうのを探してみようというふうに考えました。でファルコニアが負ける展開を想定するって言っても、今回ファルコニアが一番人気なんで、多分レースを作るのはファルコニア自身だと思うんですよね。なのでファルコニアがどういうレースをするかなって考えた結果、ファルコニア多分前付けすると思うんですよね。理由は以下に示したように2点なんですけど、なのでファルコニアは私は前につけるというふうに想定しました。でそのように1を取りに行ったファルコニアが自身より前の馬をかわせないというシチュエーションは私はないと思うんで、ファルコニアを倒すなら早めに動いて前を捕まえに行って、ややバテたファルコニアっていうのを後ろから刺すっていうことしかないと考えてるんで、狙うなら刺し馬なんじゃないかなと考えました。で過去の小倉記念なんか見ても、結構小回りコースの割には差し馬が台頭していることが多いんですよね。なのでさっき言った理論で前に行ってる馬を勝っても仕方がないと思うんで、今回私は差し馬の中から狙いたい馬を探しました。そんなファルコニア討伐に向けて私が白羽の矢を立てた差し馬の1頭目が R スターです。この R スターっていうのは前年度のこの小倉記念の覇者でございますし、あと春の小倉大賞典でも4着に好走しております。で前走の七夕賞はかなり負けてしまっているんですけど、こちらはもう前に有利の展開だったんで、差し馬の R スターには展開が向かなかったってことで度外視可能かなと思ってます。ということで、R スター小倉記念勝ってからはそこまで結果は出ていないんですけど、相手なりにはしっかり走れてるってとこから、今回メンバーレベル、ここまで R スターが走ってきたメンバーに比べるとやや落ちると思うんで、 R スター自身の能力だけ走れば県内は来てくれると思いますし、あわよくはファルコニアを討伐してくれるんじゃないかなと期待しております。ただこの R スターは結構綺麗な飛びで走るんで、どっちかっていうと両ババの方がいいタイプなんで、ババが渋るとちょっとどうかなとは思ってます。そして私がダトーファルコニアに向けて一番買いたい差し馬がスーパーフェザーです。このスーパーフェザー前走は小倉芝 1800m の3勝クラス条件戦に出走して3着でした。でこの条件戦の 1,2 着のダブルシャープとグランスピードも出走してきます。じゃあなぜその中でスーパーフェザーを買うのかと申しますと、それぞれの馬に不安要素あるいは構想できないと思う理由があるからです。でまず1着のダブルシャープなんですけど、こちらを買わない理由は乗り換わりが良くないと思うからです。じゃあ陣営のコメントでもそういう趣旨のコメントがあったので、ダブルシャープに関しては今回、乗り換わりになるのがマイナスになると考えてます。でまたグランスピードに関しては前に行く馬なので、今回のその狙いからは外れるので買わないです。でまたそういった消去法的な理由だけじゃなくて、このスーパーフェザーは前走この日の小倉競馬場はもう前残りの馬場だったんですけど、その中上がり最速の末脚で1頭だけ突っ込んできてます。というところでいい末脚を使えるんじゃないかなと期待しております。またこのスーパーフェザーなんですけど、血統がお父さんディープインパクトで、母父がオーサムオブコースですかね、オーサムアゲイン、要するに、バイスリーチェント系の白馬でございます。このディープ×母父バイスリーチェント系っていうと、マカヒキなんかが同じ配合なんですけど、マカヒキなんかは小馬になってから構想したレースっていうのが、洋芝か時計のかかる条件っていうところで構想してきてます。なので、マカヒキに限らずこのディープ×母父バイスリーチェント系っていうのは、小馬になってくると筋肉がついてくることにより、上がりのかかる条件っていうので構想してくる馬が多いです。なので開幕週ではあるんですけど、台風の影響が程よく出て、程よく時計がかかる条件になったら、多分ファルコニアは両馬の方がいいタイプだと思うんで、スーパーフェザーは勝てる見込みがより強くなってくるんじゃないでしょうか。でここまで予想してて、私とんでもない過ちを起こしていることに気づきました。
まあ、それこそあんたバカっていう感じですよね。あの1頭だけパルコニアと同じ競馬をして勝てる馬がいるんですよね。なので、まあ、私今回、まあ、夢も込めてその馬を本命にしたいと思います。その馬とは、私の本命はベロックスです。ベロックスだけはファルコニアに自力負けしてないと思います。じゃあ前走エプソムカップなんですけど、ベロックスはファルコニアに比べて金量1キロ重かったですし、またこのエプソムカップ前に厳しい流れでございました。そのペースをベロックスはファルコニアよりも前につけて、で最後サムナイ競馬で4着に来てますから、自力負けはまだしてないと思います。ではこの小倉記念もこの時と変わらず金量は1キロベロックスの方が重いんですけど、まあ、そこら辺は、ベロックス、そして九州男児の浜中優騎手の魂で何とかしてくださいという感じです。ということで、まあ、現段階での私の小倉記念の、印はこんな感じです。なんだかんだ人気馬に全部印を打ってる気はするんですけど、まあ改名で勝負しようかなと今回考えてます。まあ、ベロックスの単幅と、あとはまあ勝ってスーパーフェザー R スターとへのワイド、これくらいで勝負はしようかなと思ってます。以上で動画を終わります。ご清聴ありがとうございました。